店舗外観ボブズは、ブラジルのファーストフードチェーン。アメリカ合衆国出身のテニス選手で、1948年のウィンブルドン選手権優勝者であり、ブラジルに帰化したロバート・ファルケンバーグが1951年に創業した。名称は、ファルケンバーグの愛称、ボブにちなむ。当初は、ファルケンバーグ・ソルベツという名前で、バニラアイスクリームのみを売っていた。 1952年にリオデジャネイロ市のコパカバーナでボブズの名称で第1号店が開店し、この店ではホットドッグ、ハンバーガー、ミルクセーキ、サンデーを扱った。ファルケンバーグは1972年に経営権を売り、これ以後は一貫してブラジル人により経営されることとなる。1984年にフランチャイズ制を採用し、以後、 チェーンも大きく広げることとなる。現在では、ブラジル国内の26州のうち24州に店舗が存在し、国外ではポルトガルやアンゴラにも進出している。現在の商品構成はハンバーガーを中心としており、マクドナルドと似通ったものとなっている。代表的な商品は、オボマルチンを混ぜたミルクセーキである。ありがとうございます。